マーク・クリストファー・ローは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手、右ト左ヒ2019年現在は、独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズに所属。シアトル・マリナーズ時代2004年の MLB ドラフト50目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。2006年7月7日のデトロイト・タイガース戦で、メジャーデビューを果たし、 メジャーデビューから172、3回を無失点に抑えるというチーム記録を作った。7月19日のニューヨークヤンキース戦でメジャー初勝利を挙げた。8月に右肘の拳炎で故障者リストに入り、残りのシーズンは投げられなかった。関節教師か手術で幹部を治療し、2007年のスプリングトレーニングで復帰した。2008年は開幕から 最初の13試合で12試合で無失点に抑えるなど開幕から好調を維持した。特に5月31日から6月13日の間で1613回を投げ、許した失点は1点のみで、その間の防御率は0.55を記録した。最終的に57試合に登板し、6323回を投げ、55個の三振を奪った。これは、 マリナーズのリリーフ陣の中で2位、3位、3位となった。ホームで投げた試合では防御率は3.03を記録し、これはアメリカンリーグのリリーフピッチャーで6番目に良い成績となった。2009年は自己最多の75試合に登板し26ホールドを記録するなどキャリアハイの成績を残した。なお、2008年に糖尿病を発症。 当初は2型糖尿病と診断されたが、2009年シーズン前に1型糖尿病に変更された。同じく糖尿病を抱えるブランドン・モローラと共に病気と戦いながら活躍している。2010年7月9日にジャスティン・スモーク、ブレイク・ベヴァン、ジョシュ・ルーキー、マット・ローソンとのトレードで、クリフリーと共にテキサス・レンジャーズへと移籍した。9月29日のフルス。 マリナーズ戦で怪我からの復帰登板を果たした。2011年は52試合に登板し、チームのワールドシリーズ進出に貢献した。ワールドシリーズでも登板するも、6戦目にデビッド・フリースにサヨナラ本塁打を打たれ、敗戦投手となってしまった。2013年2月8日、ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。メジャーでは11試合投げるも、ィーフとなった。 2013年6月11日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。ナショナルズではメジャーに昇格することができなかった。2013年11月20日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだが、2014年3月26日に自由契約となった。その後、4月3日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。開幕後は、参加の AA、A、級。 コロンバス・クリッパーズで16試合に登板。1勝1敗8セーブ、防御率3.86の成績で、5月22日にインディアンスとメジャー契約を結んだ。昇格後は4試合に登板したが、6月2日にトリプル A 級コロンバスへ降格。6月16日に再昇格して3試合に登板したが、6月25日に再びトリプル A 級コロンバスへ降格。 7月8日に DF となり、12日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級コロンバスへ配属された。その後はメジャーへ昇格することができず、シーズンを終えた。この年は7試合に登板し、0勝1敗、防御率3.86だった。オフの10月12日に FA となった。2014年12月18日に、フルスノマリナーズとマイナー契約を結んだ。 2015年5月4日にメジャー契約となり25人枠入りする。マリナーズでは34試合にリリーフ登板し防御率1.0036.0イニングで47の三振を奪うなど驚異的なピッチングを見せた。トロントブルージェイズ時代2015年7月31日にロブラスムッセン、ニックウェルズ、ジェイコブ・ブレンツとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。 ブルージェイズ加入後は23試合に投げたが、防御率は1.00から3.79まで上昇し、脱三振率も低下するなど、移籍前のような圧巻の投球は見せられなかった。2球団通算の成績では、マリナーズ時代の高騰が効いて、防御率1.96ホイップ1.06、脱三振率10.0という高成績だった。同年11月2日に FA となった。 2015年12月8日、タイガースと2年契約を結んだ。2016年、タイガースではリリーフで54試合49.1イニングに投げたが、57アンダー12本塁打を浴び、防御率7.111勝3敗と大炎上に終わった。2017年3月26日に自由契約となった。2017年3月30日に、 マリナーズとマイナー契約を結んだと報道され4月1日に正式契約した。7月21日に金銭トレードでジーン・マチーと共にシカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。参加のトリプル A 級シャーロットナイツでプレーしていたが8月21日に自由契約となった。2018年1月27日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結び 同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加したが3月12日に自由契約となった2019年2月18日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約最速101マイルパーアワーのフォーシームとスライダーサークルチェンジを投げてきたが2013年にツーシームを習得するとサークルチェンジを止め 代わりにツーシームを使用するようになった。また、2014年からは、フォーシーム主体のピッチングではなく、スライダー主体のピッチングにスタイルチェンジしている。ありがとうございます。